アニメの最後にお知らせがあるのである。最後まで見るであるぞ。これまでのモンストアニメ、俺は穂村蓮、仲間たちと一緒に日々街に現れるモンスターをモンストで退治している。マダラメさんに台湾に連れてきてもらった俺たちは、海賊のアルビダと海軍提督のネイビスの戦いに巻き込まれる。海を守る女神マソが何者かに殺されたことで、それまで均衡を保っていた海賊と海軍の関係が崩れたってことなんだけど、本当にマソが死んだのか。何言ってんだおめえら。マソ様はどっかで生きてるぞ。そしてマソを殺そうとした犯人はネイビスの懐中時計っす。これがマソの島に落ちてたんす。貴様ではないのか。マソを殺そうとしたのは誰が。そんなことを聞いたんだティーチに。そんな中、俺たちの知らないところで事態は大きく動いていたんだ。誰だ。マソを殺そうとしたのはネイビスじゃなかった。犯人はティーチである。こんな分かりやすい犯人面ないである。2時間サスペンスで言えば殺人事件の犯行現場に血染めのナイフを持ってるレベルで。おまわりさん、こいつでーす。である。2時間サスペンスだと怪しい人は犯人じゃなくない。メイメイを、メイメイを見ませんでしたか。どういうこと。いつの間にかメイメイと離れ離れになっちゃったんだ。どうしよう、私が目を離さなければ。あれはティーチの船だよ。やっぱりあいつが真犯人だとバレて逃げ出したである。見た目もやることも悪人のテンプレであるな。見えた。聞こえた。メイメイはあの船にいる。悪いな、ガキ相手に手荒な真似はしたかねんだけどよ。俺たちの行動が奴らに知られると面倒なんでな。へ、しばらくおとなしくしてな。野郎ども、マスの島にお宝をいただきに行くぞ。あたしは追いかけるよ。あんな奴を野放しにはできないからね。私も乗せてください。え、マナ、どうしても助けたいんです、あの子を、メイメイを。定員オーバーだが仕方ない。ただし、あんただけだよ。はい、ありがとうございます。レン、わかった、俺たちも後から追いかける。ネイビスです。ネイビスの軍艦が追ってきてます。私にマソ殺しの汚名を着せようとは許さんぞティーチ。ちぇ、邪魔はさせねえ。撃て。こしゃくな。竜巻のバリアを張ってこちらの攻撃を防ぐつもりか。泣いてもわめいても誰も来ないっす。諦めるっす。この銃見たことある。え、あの中にメイメイが。メイビスはそのことを知らないのさ。メイメイあれに巻き込まれた。一巻の終わりだ。ワルプルギス、メイメイを助けに行きます。え、力を貸してください。砲撃を受けた直後に生じる穴からなら通り抜けられるかもしれません。まったく相変わらず。あんたの月を信じるよ。分かってんのか。竜巻に巻き込まれたら織田仏だぞ。リスクが高ければ高いほど賭けは面白いの。
とせ。ここは任せて。マナはメイメイを。はい。面白い。久しぶりに血が騒いで来やがったぜ。やるじゃねえか姉ちゃん。あんたみたいな美人が相手だとこっちも戦いがいがあるってもんだぜ。悪いけどむさ苦しい顔はあまり長く見ていたくないの。ティーチ、お前がな、やれ。勝負ありだな。なかなか楽しかったぜ。あんたみてえないい女とは酒の一杯でも組み交わしたかったけどよ。次のモンストアニメは魔祖の真実。台湾の海の神魔祖をめぐる戦いもついにクライマックス。やっと神様に会えるんであるか。何をお願いすればいいか悩むであるな。そういう話じゃないだろう。ヒントはこちらである。オラ様を連れて行くといいことがあるであるぞ。